シュリー・イシュル・ロワール城は、フランス・ロワレ県のロワール渓谷内にあるの、シュリー・イシュル・ロワールに位置する城、宮殿に転用されたこともある。世界遺産、シュリー・イシュル・ロワールとシャロンヌ・カンのロワール渓谷に、含まれる。シュリー城は、アンリ4世の大臣マクシミリアンド・ベテュヌをはじめとする、歴代シュリー公爵の居城である。 シュリー城は城塞であり、ロワール川を渡ることができる貴重な地の一つを支配するために築かれた。この地の要塞化は、おそらくはゴール人の時代、遅くとも11世紀初期には始まったと考えられる。1218年にはフィリップ2世が本丸を築いている。要塞を受け継いだギードラトレモイユは1395年、側面の4つの塔の建設に取り掛かった。 もう一方に加えられた16世紀のプティシャ島は、より気持ちの良い宿泊施設を提供している。シュリー港はこれを改造した。シュリー港はこの地を1602年に購入、庭園と要塞を拡張した。彼は堤防を強化して、時折起こる反乱から町を守ろうとした。シュリー城は堀に直接建てられている。シュリー・イシュル・ロワール城は1962年まで。 一族の資産であったが、その年に、ロアール県の所有となり、多くの修復がなされている。毎年6月には、クラシック音楽のフェスティバルが開かれる。城には、多くのタペストリーがあり、その中には17世紀の壁掛け布の6枚組セット、テンツレデッサイッキーや、シュリー家代々の肖像画、17世紀の家具などがある。シュリー公と彼の2番目の妻の墓もここにある。 アンリ四世がこの城を訪れることはなかったが、マザーランとアンヌ・ドートリッシュが1652年3月、フランス内戦のフロンドの乱を避けて、ここに避難している。キュレンヌ・元帥が、同年上に滞在したのは、ブレンヌの戦いで、大根デコーに敗北する前のことである。その後1716年と1719年に、城にはボルテールがかくまわれたが、彼は、 オルレアン公爵フィリップ2世を侮辱した罪で、パリ追放の浮き目を見たのであった。ありがとうございます。